構多いショップ、テイクアウトの専門店を出してほしい。いや、だからもう食い物屋はやめようよ。店放送好きでした。俺も店好きだったからな。だって顔が違ったべ、俺。店に立ってる時の。ああ。アメリカは高円寺とかあの辺りで出すの、大衆酒場ウナを。やだよ、もう俺だって。もう、パニクるよ、俺。人雇わなきゃもう無理だって。リームレースになっちゃうから。ああ。あんたたち行くわよ。いいわね。ノリはありがとう。次もしやりたいなら、いや、まあ、簡単な立ち飲みとかだったらいいんじゃねえの。で、料理はもうお任せ。今日これしかねえよ、みたいな。あれしかねえよ、みたいな。もうメニュー書かない。うん。なべー、こんにちは。おばんざい何個か作っといてさ、大きい鉢に、うん、煮物だろうが何だろうが、それだったら楽だよ、もうよそって出すわけだから。うん。キャバクラのお姉さんにお酒を勧める際にどんなアイデアがありますか。若？いや、だって着いた女は一杯いただいていいですかって女の方から言ってくんべ。何飲むのって聞いてやれるじゃん。うん。赤鬼いらっしゃい。筑前煮は欲しい。ああ。それは分かんない。うん。裁判、判決ですね。出ますね。ああ、その件に関しては俺の放送は分かんない。うん。ジャイアンがありがとうバーの、決まった、あら。いや、ちょっと待って。その子は指名を場内入れた子、フリーでついてる子に高いのは絶対やっちゃダメだよ。おかしなことになるから。その前に場内指名をきちっと入れてあげて、じゃあなんか抜いてやろうかっていう話に持ってかないとダメよ。気に入ったからって、いいよって、なんか抜くって、もうなんか抜くでわかるから。うん。あんまり高いの勘弁してくれよって言っときゃいいね。どうせポンパドールとかよ、あんなシワシワぐらいだから、来るのは。高橋入れてっからどうせ1本1万5000円とか2万円ぐらいだから。あ、いいね、若。いいよ、そういうキャバ嬢いいね。うん。あ、だから控えめだからこそ、なんか飲めばいいじゃんって言ってやりたくなったんでしょ。何も言わないでやってたから。そしたら、ボーイが来て、なんとかちゃーんつって、抜かれるときに、いいよ、ここ座ってて。言ってやればいいじゃん。いいよ。ここ座ってていいからって。
がもうそれで場内着くんだから。ラスティいらっしゃい、おはよう。いいよ。なんだよって、移動？抜かれんの？って。もういいよ、ここ座ってていいよ。あとよって、飲みたいものちょっと言うから。何飲む？あの、なんだっけ、どっかの役員やってたやつな。でもあいつ禁錮5年だったら刑務所の中で死ぬんじゃねえの。なあ、あれ医療刑務所行きじゃねえの、多分。あいうえ。なあ、八王子医療刑務所じゃねえの。八王子にあるから、医療刑務所は。じゃあ若さん、今度その子指名で行ってやんねえと。さらっと行くんだよ。あの、その子が出勤してるか してないかを、その子に確認しちゃダメだよ。店に確認すんの。で、出てるって分かったら、何気なく気がつかないふりして、呼んでやりゃいい。サプライザーになんないと。うん。行くって言ったらもう来るの分かってるから、面白くなんともねえ。店に確認取る。わかる？高いお酒って言われてシャンパン抜かないなんて、なんて素敵な子。ラスティ、俺は今日イベントだから抜いていいって言われて、55万円の、あ、55万じゃない、あれ。ドンペリのゴールド抜かれたけどね。クラブで。クラブっていうか、クラブでな。ああ。それプラス、シャトーラフィットルートシルトが、ドーンって出てきたからね。おいって。シャトーとお前、ドンペリゴールドかよ。今日いくら行くんだよ、会計みたいな。おい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 、みたいな。これみたいな。ほんで、いきなり呼んでもいねえのに、ホステスブワーって俺の周り集まってきて、みんなで乾杯でよ、一発でいい、おめえ、全部なくなったよ、ワインも、シャンパンもよ。で、俺飲んでんの今日月だぜ、水割り。なんじゃそりゃって。店内で、馴染げなく座る。あ、そういやさ、って。こないだ、俺、あの、漢字2個いたんだよな、なんだったっけな、あの子、って。呼べるんだったら呼びたいんだけどな、みたいな、ボーイに言ってやるんだよ。いるって。すっとぼけて。たら、もう、喜んでついてくるから。うわ、来てくれたんだって。そこよ、若ちゃん。ああ。わかる？やり方。キャバクラあるあるだから。うん。あ、いや、いるかいないかわかんなかったけど、って、こないだすごく、一生懸命、仕事頑張ってたから、って。感じ良かったから、また来ちゃった、つって。すっとぼけて嫌いに。あ。
まあキャバ嬢を落とすのはちょろいっちゃちょろいけど、こう見えても昔キャバクラじゃあのアフターの佐野と言われてたからね。ああ、警戒に嘘ついてますね。ああ、もう無理無理。うん。いろんなとこで女つまみすぎて、俺、立川のキャバクラ8件出禁になっていくから。ああ。ミラクルアンチ。いやー、俺ね、キャバクラなんてね、行かねえに越したことねえよ。なの、無駄金だから。ああ。とりあえずまた一緒にお酒を飲んでみます。あ、それでもいいんじゃない。あ、若さん、それその相手にさ、あ、この人いいお客さんだなって思われたら、あの、それなりの対応してくれるよ。よっぽど相手が濃すい女じゃなきゃ。あ、ずる賢い女もいっぱいいるからね。あ、いや、ゲルゲはホステスじゃねえだろ。なんでゲルゲの話なんか。誰それ、配信者、誰ホステス。そんなやつ俺聞いたことないけど。パームさん、物を要求する女は注意。あ、欲しいものを、物を要求する、そんなのほとんどいないけどね。若ちゃんありがとう、ナムル、決まった、あらーす。ものはもうとりあえず不当客の指名客ぐらいにしか言わないと思うよ。うん、蝶のよ。で、大体ホステスがやるやり方っていうのは、自分の指名客何人も持ってる、ワン、ツー、スリーに入ってる女は、全部同じものを同じ客に言うんだよ。で、全部の客から同じもんもらって、あと全部売っ払って、一個持ってりゃ、どの客ついてもいつも使ってません。時計だってなんだって。そうだろ。そのパターンです。あと二つは売っ払いだから。うん。三人からもらったらな、一つつけてけばいいんだ。で、俺が買ってやったやつつけてんじゃんって。みんながその三人が思うわけじゃん。バカだから男なんて。ひでえやな。ブランドもん買ってとか言われて、ねえはこの店って感じで、しかも、あ、初見ではねえな、蝶の。俺は、指名の女に、買ってもらったことはあるけど、買ってやったことはないね。その女が、あの、物を買ってくれるぐらいだったら、ズバッといいワインとか抜いてくれって。店でのそういうのがいいんだ。おお、かっこいいなと思う。ね、いい時計や、ね、アクセサリーなんて自分で買えるから、そんなものはいらないんだ。バッグだってなんだって。そうじゃないんだ。あんたが私を指名で来てくれて、私のテーブルに
色がついてないのが嫌なんだから、なんか抜いてくれ。いいよって。だ毎回行くたび、だいたい1本10万円ぐらいのワインは入れてたよ。ラフィットでも、ムートンでも。俺、だいたいムートンかラフィットしか入れねえから。うん。オーパスとか入れねえし。うん。まあまあ、そのからちょっと銭持ってたからね。な、1本10万円のワインかと思ってたんだ。うん。それは当時財布にほら、100万、200万入れてる男だったから。今ないよ、財布に。金なんて。ああ。まあ、ここにいるニート諸君は、ね、アンチのニート諸君は知らねえな、だろうけどね。あ、ヨッツさん。いつもありがとう。財布に最高30しか入れたことがない。俺の財布今日いくら入ってっかな。わかんねえ。あんまり財布数えねえんだよ。あ、でも、畳んで入れてるから。俺の財布いくら入ってっかな。ちょっと待ってね。10の束が1、2、3、4、50。52万か。あとは青髪はもういくら入ってるかもう別に数えなくていい。うん。弁護士の、ああ、ごめんね、タさん。昨日俺弁護士に全部払っちゃった。金。残念。もう俺との関係は切れました、これで。はい。向井んとこ全部終わったから。ああ。よろしく。これでもう一切何にもないんだな、つって。攻めどころなくなっちゃったね。残念。そっちじゃなくてどっちだよ。言ってみろよ、この野郎。どこの弁護士だよ、この野郎。おい、てめえよ。他からどっからもおめえ弁護士事務所からなんか俺になんか通達も来てねえよ。俺。ってんじゃねえぞ、こら。しかしよ、タレちゃんマンと、エマが俺んち昨日リア突しに来たけど、エマは綺麗だったな。あいつ、いい女だったで。ああ。迷惑かかるから名前出せないよ。どうでもいいからもう。だったら言わなくていいよ。んなの。な、ただの煽りだろ。静かにやれよ。うん。ロックオンですか？何が？誰を？こいつ？こんなのロックオンなんかしねえよ。バカだから。何が迷惑かかるからいい。だったら最初から話なんか出さないで、こそっとやれよいいじゃねえか。
いや、その女性です。エマちゃん？エマちゃんは配信者だよ。うん。あれ？今日夫人も枠にも来ないですね。夫人は既読になんねえから、今多分寝てっかもしんねえ。昨日、俺ん家来て、朝方帰って、そっから寝てると思うよ。うん。ほら、もう藤井は俺ん家の鍵持ってるから勝手に入ってこれへんから、俺カーって寝てたんだけど、おいちゃんつって言われて、おいちゃんっていうかともくんって言われたのかなわかんないけど、おお、わりわり俺寝てたわ。今日もパンで釣りましょう。やめれや。言ってたよ。パンで釣られるかーとか言って。いや別にパンで釣ったわけじゃねえよ。つって。さ、夫人さん、言ったら佐野さん寝てたってツイートして、俺の写メあげてあんべや、あんねやろ、便宜マンよ。お茶の写メあげちゃったって言うから、ごめんねって言うから、いいや、好きにしろよ。つって。俺はお前には怒んねえから。そんな怒んないよ、俺は。うん。しゃあねえなって。いいねしとこう。いいよ、もう好きにしれや。死んだように寝てたろ、俺。取られたのさえも気づいてないからね、俺。セブンのバナナスティック。いや、俺セブンイレブン、セブンで行かないからわかんねえや。うん。ファミマしか行かない。あ、でも、俺ちょっとね、またね、新商品を発見したの。ファミマで今日1個買ってきたんだけど、あの、ティラミスたい焼き。まだ食ってねえけど。あれ、今度棒来たら、どうせ、今日は来ねえと思うけど、明日ぐらいに来るから、もうこれ食えよ、つって。ティラミスたい焼き。うん。あいつ甘いの好きなんだ、意外と。ああ。俺んとこ来て水羊羹も食ってたし。おかわり食ってきます。だちょいちょい甘いものは、甘菓子は置いとくの。あと、塩レモン2本。あと、淡麗もな。俺は飲まねえけど、もう来たらほら飲むもんねえじゃんかよ。